内閣総理大臣は、日本の内閣の主張たる、国務大臣。文民である、国会議員が就任しその地位及び権限は、日本国憲法や内閣法などに規定されている。現任は、第101代岸田文雄。歴代順の内閣総理大臣の一覧は、内閣総理大臣の一覧を参照。 内閣総理大臣の氏名の重複なしの一覧は、氏名の一覧を参照。内閣総理大臣は、行政権の属する内閣の主張で、三権の長の一人であり、その他の国務大臣を任命し、内閣を代表して国会に議案を提出し、一般の国務及び外交関係を報告し、行政各部を指揮監督する。議員内閣制により、国会議員の中から、 国会の議決により指名され、これに基づいて天皇は、形式的な国事行為として、内閣総理大臣を任命する。さらに、内閣総理大臣は、文民でなければならず、自衛隊の最高指揮監督権を有する。内閣府ほか複数の行政組織の町内市主任の大臣でもあり、これらの機関は、内閣総理大臣が直接所管する。また、 現行の日本国憲法においては、日本の元首について明記された条文は存在せず、誰が日本の元首であるかについては、憲法学説上のお議論があるが、学説の大多数は、条約の締結権や外交施設の任免権の他一般に外交関係を処理する権限を有する内閣あるいは行政権の主張として、内閣を代表する内閣総理大臣を元首と位置づけている。 なお、国際観光上は、天皇が元首として偶される。内閣総理大臣も、内閣の構成員であるが、日本国憲法では、内閣総理大臣を、内閣の、主張と位置づけている。内閣総理大臣は、他の国務大臣の上位にあって、内閣を統率し、外に対して、内閣を代表する。さらに、行政各部を、指揮監督する権限を有する。 憲法上、衆議院解散を決定する権限は内閣に属すると解釈されているが、実質的には内閣の主張たる内閣総理大臣が権限を持つ。したがって内閣総理大臣は閣議を開き、今般衆議院を解散することに決したので、国務大臣の諸君の賛成を賜りたいと、全閣僚に対して衆議院解散を図り、内閣の総意を得た上で、 衆議院解散を行うための閣議書に、すべての国務大臣の署名を集めなければならない。しかし、憲法68条2項は、内閣総理大臣は、任意に、国務大臣を罷免することができると定めており、内閣総理大臣は、時期や理由を問わず何らの制約なく自由な、裁量によって、国務大臣を罷免することができる。 したがって、衆議院解散を行うための閣議書への署名を国務大臣が拒否する場合、内閣総理大臣は当該大臣を罷免して自身が兼任する方の大臣に兼任させることで閣議決定を行うことができる。仮に全閣僚が解散に反対したとしても内閣総理大臣はすべての大臣を罷免、兼務してでも解散を閣議決定できる。がって、 内閣総理大臣が解散を行うことを決定した場合、これを阻止する手立ては一切存在しない。解散は憲法7条3号に基づく天皇の国事行為として行われているが、憲法4条1項で天皇は国政に関する権能を有しないと規定されているため、解散権は内閣に属しており、事実上、内閣の主張たる内閣総理大臣が 解散権を握っている。したがって、7条解散は内閣総理大臣が国民に信を問う必要があると判断した際に解散するものとされ、内閣には自由裁量に基づく解散決定権があると解釈されている。ほとんどの解散は憲法7条3号を援用して内閣の発議のもとに行われている。内閣がいつこれを発議するかは、 内閣総理大臣の意思次第である。このため、解散権は、内閣総理大臣の専権事項首相の殿下の法等とされている。内閣総理大臣は、以下の機関を所管し、内閣法に言う主任の大臣を務める。大日本帝国憲法とは違い、現行の日本国憲法には、日本の元首に関する規定がない。このことから、日本の元首については、 学説上の様々な議論が存在する。原種には内事、外交を通じて国を代表し行政権を掌握している国家機関あるいは実質的な国家統治の体験を持たなくても国家におけるヘッドの地位にあるもの等様々な定義がある。誰が原種の資格を持つかは各国法の定める問題であるが通常君主国では君主 共和国では、大統領がこれに当たる。旧憲法は、名文で天皇を元首としていた。現行憲法下では、誰を元首と見るか、学説上争いがあり、天皇とする説、内閣総理大臣とする説、存在しないとする説などがあり、結局は、元首の定義感に期する問題と考えられる。長野和夫によれば、国民主権下では、 国家を代表する資格を持つ国家機関の長で国内的にも統治権行使の権限を持つ首相が元首であるべきとの意見が学者の間では強い。アッシ義ベ・ノブヨシによれば元首の要件で特に重要なのは外国に対して国家を代表する権能であるとしている。しかし天皇は外交関係では形式的儀礼的行為しか憲法で認められていない。 したがって、日本の元首は、条約締結や外交施設任免及び外交関係処理の権限を持ち、国家機関として、対外代表資格を有する内閣、または内閣総理大臣とするのが多数説である。さらに、天皇と内閣総理大臣が、元首の役割を分担しているとの見解もある。一方で、元首は、 対外的に国家を儀礼的に代表する権限を持つだけで十分として国の象徴の地位にあるものは原始的性格を持つと見る学説がありこの場合には天皇が原種とみなされる国際観光上は天皇が原種として偶される1973年4月17日の第71回国会衆議院内閣委員会において外務大臣 大平正義は内閣総理大臣を日本国の元首としてお迎えするというような国はないと私は思いますと答弁している。内閣総理大臣と政府の紋章である57の十0紋門自衛隊で用いられる内閣総理大臣旗日本国憲法及びその他の法令が規定する内閣総理大臣の主な権限は次の通りである。このほか 内閣府及びその外局や内閣に置かれる本部などの主任の大臣として審議会委員等の任免権や各種許認可権を有する。特に内閣府の外局の一つである金融庁に関連する許認可権が多い。1991年までは期間委任事務に従わない都道府県知事について司法手続きを経て罷免する権限を有していた。 2001年には、閣議における内閣総理大臣の発議権が法制化され、各省に対する指揮監督権が強化された。指名内閣総理大臣は、日本の国会議員の中から、国会の議決でこれを指名する。指名の資格要件は、国会議員であることと文民であることである。指名選挙は、衆議院と参議院の両院で行われ、 両院の指名が食い違った場合は、両院協議会が開催されるが、両院協議会で成案が得られない場合は、衆議院による指名が国会議決となる。過去に、両院協議会が開かれた例はあるが、成案が得られた例はない。また、実例はないが、衆議院の指名後10日を経ても参議院が指名を行わない場合は、衆議院による指名が国会の議決となる。 故に、事実上、衆議院の多数勢力の意向の通りに、主犯指名がなされる仕組みとなっている。要件国会議員文民任命指名の結果は、直ちに衆議院議長が、職務執行内閣を経由して天皇に相上する。先例では、別途、衆議院議長が皇居で、指名の経過を天皇に直接報告する。天皇は、 国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する。内閣総理大臣の任命は天皇の国事行為の一つであり、すでに内閣総辞職した内閣が憲法71条に基づく職務執行内閣として、これに助言と承認を与える。内閣総理大臣任命式には天皇、衆参両院議長、現任の総理、または国務大臣、 総理大臣就任予定者が参列する。天皇が高頭で新総理を任命した後に、総理が交代する場合は前総理が新総理に歓喜を手渡す。総理が再任される場合は、職務執行内閣の国務大臣が歓喜を手渡す。日本国憲法において、内閣総理大臣の任期について直接的に規定した条文はない。憲法では、 衆議院議員総選挙の後に、初めて国会の召集があった時は、内閣は、総辞職をしなければならないとされているため、このことから、内閣総理大臣の1回の任期は次の、衆議院議員総選挙の後に、初めて国会の召集が行われる時までとなり、最長でも4年を超えないことになる。公職選挙法第57条が規定する。 繰延投票が行われた場合であっても、憲法の規定による日数制限には影響しないので、これによる影響は想定できない。基本的に繰延投票は、特定の投票所における繰延に対する規定で、あるからである。衆議院議員総選挙で投票が遅れることによって、国会の召集の時期が遅れることがあれば、もちろん、この規定は新たに召集された国会において、 再選されることを禁じるものではなく、制度上は国会議員として主犯指名を受け続ける限り内閣総理大臣を続けることができる。ただ、通常、内閣総理大臣は与党党首の地位を前提として与党議員からの信任を得ているが、その政党の内規で党首職に再選制限が設けられている場合、その年限が事実上の任期の上限となることがある。 退任また、内閣総理大臣に、事故のあるとき、内閣総理大臣がかけたときは、あらかじめ指定する、国務大臣が、内閣総理大臣臨時代理として、職務を行う。詳細は公述する。なお、日本国憲法下の事例においては、内閣総理大臣を退任すると同時に、自党の党首職も辞任するか、任期満了を迎え退任する事例が、ほとんどととなっている。 職務執行内閣内閣総理大臣の職務代行として内閣総理大臣臨時代理が存在する。これは常に置かれる職ではなく、総理大臣に事故あるときあらかじめ指定された5名の国務大臣が順位通りに就任する。臨時代理就任順位第1位にあるものが内閣官房長官以外の国務大臣であるとき、俗に副総理と呼ばれる。 内閣総辞職に至るまで無期限に臨時代理が置かれた例としては、第二次太平内閣の伊藤正義が首相死去後に事前指名に基づいて臨時代理に就任し、直ちに内閣総辞職した例。また、石橋内閣の岸信介と小渕内閣の青木幹雄が入院中の首相から指名された直後に臨時代理に就任し、内閣総辞職を行った例がある。 首相の外遊中に限って、臨時代理が職務を代行した例は多くある。内閣総理大臣の補佐職として、内閣総理大臣補佐官がある。組織上は内閣官房に属するが、職務上は内閣官房長官ではなく内閣総理大臣に直属する。この他内閣特別顧問、内閣官房参与。 内閣総理大臣秘書官が存在し、内閣総理大臣の職務執行、政権運営を支える。初代内閣総理大臣、伊藤博文明治維新以降、当初は五課上の五声門に示された、航空会議を、教師満期公論議決すへしの方針に則り、旧来通りの大上官制度が行われてきた。しかし、奈良時代から続く、この生態は、 古職騒然としていて、新時代にはそぐわないものであったばかりか、制度面においても、天皇を保湿するのは、大上大臣、左大臣、右大臣であり、これによって、指揮される参議と各省の卿には、保湿責任がなく、また、大上大臣が極度に多忙な傍ら左右大臣の、職責は、不明瞭という、無縁かつ、非効率なものであった。 1880年頃から参議、伊藤博文はこの、大乗官制の改革を提唱し始めたが、保守派の右大臣、岩倉智美が反発した。当時の伊藤博文には重鎮たる、岩倉智美に対抗するだけの政治力がなかった。そのため、伊藤博文は一旦この提案を取り下げて1882年3月から、伊藤美容寺、西園寺金持らと共に投資。 ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、イギリスなどで憲法を含む立憲体制の調査に当たったが、この時から文明諸国と同等の政府の骨格が具体的に構築されていく。そして、岩倉智美の死後に帰国した伊藤博文はドイツで研究した立憲体制に即した政治体制構想の実施を進めようとした。これに対して、 岩倉智美と同じく保守派の大表大臣、三条兼富良は、右大臣に伊藤博文を当てるという人事改革案で押収した。しかし伊藤博文はこれを提唱に断り、代わって黒田清隆を押したが、今度は主乱の気がある黒田清隆に保守派が尻込み、結局この改革合戦は引き分けに終わった。 その後も、伊藤博文らはこれにひるまず、内閣制度を提案し、君主立憲政体なれば、君くらい君権は、立法の上におらざるべからずと運の稲荷。ゆえに、憲法を縦立,立法行政の両権を並立せしめ、あたかも人体にして、いそうと、こうやるがごとくならしめざるべからずと運という伊藤、博文の語録にあるように、憲法と、セットにして、 近代的内閣制度を突きつけられては、保守派も反対の名目がなく、伊藤博文の意向が通る形となった。1885年12月22日に、大上官たち第69号が発せられ、大乗官政、大乗大臣に代わって、内閣と内閣総理大臣が設置され、ここに内閣制度が始まった。内閣の組織には、 国内大臣は含まれないことが明記され、宮中と府中の別が明定され、行政責任を各省大臣が個別に負う体制の基礎が生まれた。この時同時に制定された内閣職権においては、内閣総理大臣には、各大臣の主犯として、金総選指揮を受けたまわりて体制の方向を、指示し行政各部を、等、 特スと、最初は強力な権限を与えられていた。旧憲法制定後発の内閣総理大臣、山形有りとも1889年に、大日本帝国憲法が発布されるが、同法においては、内閣や内閣総理大臣について、直接の規定は明記されず、同第55条において、国務各大臣派天皇を保筆し、それの攻めにニュースと、明記されたのみであった。また、 同時に、内閣職権を改正する形で制定された、内閣官制において、内閣総理大臣派閣大臣の主犯として、金を総選し旨を、承けて行政各部の統一を保持すと、その権限は弱められた。権限としては、内閣総理大臣は、同廃中の主席大臣として、天皇を保湿する存在とされ、 内閣は、各大臣の協議と、意思統一のための組織体と位置づけられた。内閣総理大臣は、各武装特権を有して、体制の方向を指示するために、キットム総政権と、国務大臣の総選権を有したものの、一旦閣内に、意見の不一致が起こると、内閣総理大臣は、各大臣の罷免権がなく、大臣を罷免することはできず、 説得や辞任を促すことくらいで、これが失敗すれば、内閣総辞職するしかなかったのである。事例として東条内閣の総辞職原因は、国務大臣の岸信晋介が辞職を拒否したことによる、ものであり、また、第二次、この絵内閣は、外務大臣の松岡洋介を更迭するために、総辞職という手段を使わざるを得なかった。また、明治の一時期と、 昭和初期から終戦まで規定されていた、軍部大臣現役部官制によって、組閣は軍による制約を受けた。特に陸軍は、内閣が、自らの意向に沿わない場合には、陸軍大臣を辞任させた上で公認を推薦せず、これによって、第二次、西恩寺内閣、与内内閣が崩壊し、宇垣一世が組閣を阻止された。地位としては、 皇室議政令においての宮中席人は大国に、ついでの地位にあり、枢密院議長よりも格上とされ、議令上では、府中の最高位と位置づけられていた。任命については、内閣総理大臣は、各国務大臣同様に天皇により任命され、その選出方法については法令によって規定されなかった。明治初期から、 昭和初期までは元老による推薦に基づいて任命されていたが、そのうち大正末期から昭和初期にかけては大正デモクラシーによる政党政治が基本となり、衆議院での第一党の党首が推薦され任命されていた。その後、最後の元老、西園寺金持ちの老衰に伴い、昭和初期から終戦までは重臣会議の総選によって任命されている。 新憲法制定後発の内閣総理大臣、片山明1946年11月3日に、日本国憲法が交付され、第66条に、内閣は、法律の定めるところにより、その主張たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織すると、初めて憲法に明記された。これに伴い、翌1947年1月16日に、 施行された内閣法では内閣総理大臣は閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督するなどその権限が強化された。日本国憲法下の内閣総理大臣は閣内に意見の不一致が起こった場合は罷免して自らの意見を通すことができる。 また何らかの理由で大臣が突然辞職しても、内閣総理大臣はその公認を任意に任命することができる。この顕著な例が衆議院解散権である。憲法上、衆議院の解散は、内閣の助言と承認により、天皇が行うことになっているが、これはつまり、解散権は内閣に属すということで、閣議決定なしには解散はできないということであるが、 一般に、解散権は、内閣総理大臣の専権事項と、解釈されているのは、解散に反対して、閣議所への署名を拒否する大臣がいたとしても、内閣総理大臣はその大臣を罷免した上で、自らが兼務して、閣議所へ署名することができるからである。仮に全閣僚が反対したとしても、内閣総理大臣は、すべての大臣を罷免、兼務してでも解散を閣議決定できる。 したがって、内閣総理大臣が解散を行うと決めた場合、これを阻止する手立ては、法令上はないのである。このように、大臣に対する任意の非免権の効果は、極めて大きい。内閣制度の発足当時から、内閣総理大臣の略称として、一般に、総理大臣がよく用いられるが、この他にも、総理や、首相との略称、通称も用いられる。異称として、 最小が用いられることもある。公式の英語表記は、プライム・ミニスターである。この英訳は、内閣制度の導入前より、大乗大臣の英訳として、非公式に用いられていた。もっとも、内閣総理大臣の英訳としては、当初からこの語であったわけではなく、かつては、ミニスター・プレジデント・オブ・ステートの意味というドイツ風の訳語も用いられた。三条。 耳黒田清高内閣制度以降に際し、誰もの関心は、誰が、初代総理大臣になるかであった。注目の一致するところは、大城大臣として、名目上ながらも、政府のトップに立っていた、三条佐根富と、大久保利道の死後、事実上の最小として、明治政府を切り盛りし、内閣制度を作り上げた、伊藤博文だった。しかし三条は、 藤原北家家民流の着流で、聖画家の一つである三条家の生まれという高貴な身分、公爵である。一方、伊藤といえば、貧農の出であり、武士になったのも、維新の直前という低い身分の出身で、お手盛りで白尺になってはいるもののその差は、歴然としていた。大乗大臣に代わる、初代内閣総理大臣を決める宮中での会議では、 誰もが口をつぐむ中で、伊藤の名優だった、井上薫が、これからの総理は、赤電報が読めなくてはダメだと唇を切り、これに、山形有友が、そうすると、伊藤君より他にはいないではないかと賛成。これには、三条を支持する、保守派の賛議も返す言葉がなく、あっさりこれで決まってしまった。初代総理を決めた最大の要因は、伊藤の英語力だったのである。 伊藤の内閣総理大臣就任に伴い、三条は内大臣として宮中に回り、天皇の側近として、明治天皇を常時保筆することになった。しかしそもそも内大臣は、三条諸遇のために作られた名誉職で、実際は彼を二回上げてはしごを外したようなものだった。これに対して、かつて三条に仕えていたことがある、尾崎三郎は、 三条に対して強く抗議すべきであると進言したが、三条は国家将来のためのことであり、私自身の問題ではないとして、逆に尾崎に対しそうした景況を今しめている。しかし、明治天皇もさすがに、この処遇を気の毒に思ったのか、1889年10月25日に、第二大内閣総理大臣の黒田清高が条約改正をめぐる。 政局混乱の責任を取って内閣総辞職した際、天皇は黒田の辞表をのみ受理して、他はすべて却下し、三条に内閣総理大臣を兼任させた。これは臨時兼任ではなく、単に兼任であり、しかも天皇が次の山形有朋に組閣の対面を下したのはそれから2ヶ月も経ってからのことだったため、 この期間は一つの別個の内閣が存在したものとみなして、これを三条暫定内閣と呼んでいる。それでも、三条下げ富は歴代の内閣総理大臣としては数えないことになっている。石橋丹山現職の内閣総理大臣が選挙で落選した例はない。ただし、当選できなかった例として、 大平正義は1980年の衆院選で立候補したものの開票前に死去したものがある。中選局制時代、歴代の現職内閣総理大臣は1位当選することがほとんどであったが、唯一、中曽根康弘のみ1983年と1986年の2回の衆院選で2位当選になっている。内閣総理大臣経験者が、 国政選挙で落選した例として、片山明と石橋丹山と海部都市記の例がある。また、菅直人は小選挙区で落選し、比例復活当選をしている。細川森弘は、政界引退後、2014年の東京都知事選挙に立候補したが落選した。鈴木菅太郎内閣総理大臣は、国会議員から選出されなければならない。 法理論上、衆議院議員の非選挙権を得る25歳から就任することができる。法的には、衆参にいずれの議員に属するかを問わず、国会議員であれば、誰でも指名される可能性はあるが、政治経験などが重視されることが多く、一年生議員が就任する確率は、極めて稀である。日本の歴代首相の中で最年少記録を保持しているのは、 1885年の初代、伊藤博文で、現在も破られていない。歴代最年長就任記録は1945年の鈴木貫太郎で、最年長在任記録は大隈重信である。戦後最年少としては2006年の安倍晋三である。戦後最年長就任記録は、茂原喜十郎の73歳だが、新憲法の範囲では、 石橋丹山の72歳3ヶ月である。学歴の規定は特にはない。初期の内閣総理大臣たちは若い頃はそれぞれ、江戸時代の教育法で教育を受け育ったわけだが、近代教育での学歴を持つ、最初の内閣総理大臣は、フランスのソレボンヌ大学に留学した、サイオン寺金持ちである。歴代の総理らの一覧表を単純に分類。 集計すると、一応は、旧姓だった時代の東京帝国大学、出身者が多い、ということにはなる。申請となってからの東京大学の出身者は、工学部係数工学科を卒業した、鳩山幸男のみである。また、申請の国公立大学出身の内閣総理大臣としても鳩山が初めてである。私立大学で2名以上の首相を輩出しているのは、 早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学など。田中角栄は、専門学校で学んだ経歴の持ち主であり、学生上での最終学歴は高等小学校、卒業であり、それをあえて自身のアピールポイントにしていたこともある。なお、宇野宗介は、旧西神戸商業大学に進学したが、2ヶ月後に、学徒出陣となり、 戦後のシベリア抑留を経て復学せずそのまま中退したため平成で唯一学士の学位を持たない内閣総理大臣となった内閣総理大臣を退任した後も本人が望めば一人程度のセキュリティポリスが元首相本人の警護を行うことが慣例となっているが基本的に SP による警護を拒否することのできない現職首相とは異なり元首相本人の意向により sp による警護を終了することも可能である。大日本帝国憲法下においては、退任した元首相は、元老となったり重臣として、重臣会議に参加した場合、内閣総理大臣の選任に携わることができた。日本国憲法下において、内閣総理大臣を一度退任した人物が、その後国務大臣や政党要職に就任した事例は、少ないが、 再度内閣総理大臣に就任した、吉田茂と、安倍晋三の他にも、宮沢喜一、橋本龍太郎、麻生太郎の3名は、首相退任後に、他の総理大臣の下で閣僚として入閣している。また、海部都市記、羽田務、野田義彦の3名は、内閣総理大臣退任後に、野党第一党の要職を歴任している。このか表向きに、 洋食へはつかないものの、田中角栄や竹下登安倍晋三のように、大派閥を洋子首相退任後も正解に、大きな影響力を残す人物もいる。内閣総理大臣経験者に対する栄転については、在任期間に応じ、議会は、11位、正2位または、12位、君等勲章は大君位菊花章兼職、大君位菊花大受章、または、 東日大受賞のいずれかに除される。ただし、事態、不祥事などにより見送られることがある。小泉純一郎内閣総理大臣に就任が、有力視された大物政治家でありながら、創生などの理由で就任に至らなかった人物を、幻の総理と呼ぶことがある。福田和也、総理の値打ちや三りや高志編、歴代首相物語など、歴代首相騒欄の類では、 定番の項目となっているほか、浅川博多田自民党、ナンバー2の研究や小林義や、総理になれなかった男たちなど、幻の総理を特集した書籍も出版されている。様々な人物が名前を挙げられるが、福田、三栗屋、浅川、小林がすべて挙げている人物として、小形武虎と河野一郎、戦前も扱った。 福田、三栗アが共に挙げている人物に、井上薫、後藤新平、宇垣一世がいる。このほか、辞退さえしなければ、首相になれた人物、すなわち戦前の徳川家里や、戦後の伊藤正義のように、次期首相として推挙されながら辞退した人物も、存在する。安倍晋三東国宮敏彦大熊重信吉田茂加藤友三郎池田隼人。 犬飼武史高橋湖歴を広田公喜田中、角栄立法、締原喜重郎行政、近江文丸安倍信行数密院、四方陸海軍宮中、加藤孔明平沼喜一郎西音寺金持原高志、福田武雄鈴木善光佐藤栄作鳩山、一郎浜口裕子歴代内閣総理大臣の、顔。閣議で作成される文書には、署名の代わりに顔が用いられる。 ありがとうございます。